Hey YouTube, welcome to my channel. 皆さん、こんにちは。やなさびです。はい、今日は、まあ、今ね、イフリートカイとあとデセニーをね、作ってる最中なんで、いきなり、まあ、作業には移れないんですけど、ちょっとね、あるものを買ってきたんで、そっちの紹介だけを今回していきたいと思います。じゃん。はい、ジオリジンガンダムのスペシャルバージョンをね、買いました。で、なんかね、スペシャルはこちらの、ほい、特製の図面と、あとは、なんか、系譜の図が入ってるんですけど、正直私、これには、あんまり興味がなくて、どっちかって言ったら、こちら、目がね、光るんですよ。なんか、LED があって、それで目が光るんで、こっちの方を買ったんですけど、まあ、今回はね、こちらを作るっていうわけじゃなくて、これの骨組み、骨組みを使って、まあ、別売りのこのパーツをくっつけるっていう作業をしたくて、まあ、骨組みとしてこちらを買ってきました。で、その、別パーツっていうのが、まあ、こちらの、じゃん。はい、こちらね、実はガレージキットが入ってるんですけど、ちょっとね、私、会社名がいまいちわからなくて、多分横にこうやって書いてあるんですけど、インチャラフ、ちょっとね、私はそうでしか読めないんだけど、まあ、多分これが会社名で、まあ、こちらを買いました。で、なんかね、サイトに書いてあることによると、なんかね、正規品らしくて、まあ、多分この会社の正規品ですよってことだと思うんですよ。しかもね、やっぱ箱も結構しっかりしてて、後ろを見るとこんな感じで、ちょっと見づらいかもしんないんですけど、4画語で注意書きが書いてあるんですよ。で、あとね、ここ QR コードがあるんですけど、なんかね、サイトに飛べるみたいで、一応私も飛んでみたんですけど、全部ね、中国語だったんで、なんて書いてあるかわかんなかったんですけど、サイトに飛べるようになってたんですよ。というわけで、今からこちらの中身の方を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ開けていきたいと思います。よいしょ、オープン、ダーン。はい、まずは説明書です。中身はね、こんな感じ。おお、めっちゃかっこいいじゃん。こんな感じで細かく書いてあります。はい。で、続いて出てきたのはこちら、エッチングパーツです。すごい細かい、見える、ちょっと反射があれしてるけど、こんな感じです。で、後ろ、ほい、水転写デカール、水転写デカール、水転写デカール。ちょっとね、私、未だにどっちが正しいかよくわかんないんだけど、多分、まあ、水転写デカールかな。水転写デカールが入ってます。そして、はい、いよいよパーツ、じゃじゃーん。おお、一個一個がちゃんと包まれてる。こういうのもついてるんですね。なんだろう、多分バーニアかな。こういうパーツがついてて、これがアンクルの部分だね。ほい、こんなのがね、びっしり、しかもちゃんと一個一個ね、袋に分かれてていいですね。こんな感じで入っております。どどん、臭くない。はい、っていうわけで、とりあえず中身の紹介はね、もうこんな感じなんですけど、今やろうと思うと、ちょっとね、今もうイフリート界もデスティニーも全部終わんなくなっちゃうんで、これはとりあえずそうですね、デスティニーが終わったら、ちょっと作業を始めようかなっていう計画です。で、覚えてる方結構いると思うんですけど、前にガレージキット作ったっていうか、まあ途中までやったじゃないですか。で、放置しちゃったじゃないですか。で、今回もまたアビーガレージキットやめるんじゃないかって多分思う方もいるんですけど、前回はスタイルがとにかく悪くて、それでやる気がなくなっちゃったんですよ。でもよ、今回は絶対完成をね、目指して頑張りたいと思います。まあ、これはちゃんと前もってネットでね、やり方を調べて、ちゃんとお湯に入れてガス抜きとかもちゃんとして作っていく予定なんで、まあ、どうか待ってください。ってわけで、ちょっとね、今回短くはなっちゃったんですけど、動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、See you next time!
Bye.